観光地が危ない。悪の組織ダジャク組合は秋田県民の宝物オラヤルドを探し出し、秋田をほじなしだらけにしようとしていた。超人ネイガー VS ほじなし怪人、秋田観光地大決戦。はい、タカです。今日は小坂町に来ていますよ。ご覧ください、重要文化財の芝居小屋後楽館です。たくさんのお客様を楽しませているんですね。どうして またかこれ、生臭い、うわー、生かもね。後楽館で合宿だ。おじい、これそこの川で拾ったんだけど、なんだろう。なんだそれね、これ。あれをあれを、きっとオラヤルドが。おじいね、行っといで。おじい、おじい、おじい、なんだお前ら、おい、やめろ、おい、頼んだ、やめてくれ、おい、帰ってよ、おい。平和を願う秋田の人々の祈りが合釈サインとなって空に現れた。あれは合釈。秋田舞は祈りを受け止め、合釈玉に正義の怒りを込めてネイガー舞に変身するのだ。はじはじ、ちょっと待ちなさいよ。あんたらが持ってても豚に真珠だよ。よごへ。ダジャク組合のほじなしども、いい加減にしなさい。ほじほじ、罪のない観光客を襲うなんて許さないよ。ほう、かまどキャシ、それはオラヤルドじゃないよ、ただの功績だよ。残念だったね。いやだ、そうなの。もうでもあんたに邪魔はさせない。ほじね、やっておしまい。ほじ、よっしゃー、いったー。無事、いったー。お、すがリーダル、いくぞー。高山で栄えた小坂は、とっても華やかな文化が花開いた町。後楽館や洋館の中は、今でもその頃の香りがするよ。ヘバナ。